NHK の受信料の支払い率、うん、NHK はなんと 81% の人が受信料を払ってるって発表してるんだけども、はい、私元 NHK 職員です。 NHK の内部のデータを見たことがあります、うん、私が辞めたのは2005年の7月なんですが、まあ、不祥事が起こる前の NHK の収入っていうのはだいたい 60% ぐらいでした、うん、はい、その後不祥事が起こって私が内部告発をしてですね、今 NHK 81% って言ってるんですね。でもありえない数字なんですよ。で、先日もあの200人ぐらいの講演会場で受信料払ってる人は手を挙げてください、うん、払ってない人は手を挙げてくださいってやったら、払っていない人の方が、多かったです。だいたい64か55対45ぐらいで、払ってない人のが多いんですよ。でしかも僕の講演を聞きに来てる人なので、あの払ってない人が多いのと思うかもしれないんですけども、インターネットをまあやってる人からすると、いや 81% ってありえないよね。でこれをね、僕2006年か5年の時に今民主党の蓮舫さん、まだ僕全然政治何もしてない NHK クビになった後ですね、蓮舫さんから来週 NHK の質問をするから、立花さんいろいろと NHK のことにちょっと教えてくださいって言われて、蓮舫さんのところに行ったんですよね、事務所に。でその時に、まあ、番組のこととかをあまり追及すると、憲法で禁じられている検閲行為に当たると、政治家が NHK の番組を批判するとね、それよりも NHK が言っている受信料の支払い率が大嘘であると、当時も 75% とか言って言ってたので、そこを暴いたらどうですかということで、蓮舫さんが国会で、僕のアドバイスを参考に質問してくれてるんですよね。でその時に NHK 側が言ってるというか、こちら側が指摘してる、蓮舫さんが指摘したものによるとですね、要はね、どうやってごまかしてるのか皆さんわからないですよ。蓮舫さんもその時言ったのは、いやそうですよね、70何パーセントも払ってるわけないですよね、ここにいる人たちもみんな分かってますって言ったのよ、つまり国会議員の人たちもみんな分かってる、そのからくりを知りたいとこう言ったのね。実はホテルの部屋、全部の部屋 NHK に受信料支払わなきゃいけない、もちろん知ってるよね、知ってるよね。例えば、東横院さんなんかは払ってなくて NHK に裁判されて、全チェーン店の全室のテレビを一部屋につき1台分払えと、19億円払えとこう言われたんですね。でそうすると、あの事業所はむちゃくちゃの件数払わなきゃいけないわけ。これ例えば、この後行くけども、野田市の市役所、野田市の市役所も部屋ごとにテレビがあったら払わなきゃいけないんですよ。でつまり個人世帯だけじゃなくて、個人の世帯からだけじゃなくて、会社や法人から NHK はたくさん受信料を取ってるわけです。で本当は個人の支払い率大体半分ぐらいしか払ってません。皆さんぜひ周りの人聞いてみてください。職場の同僚とか、まあ、知り合いとかにね、受信料払ってる払ってないって聞くと、大体半分ぐらいの人が払ってないことがお分かりになります。じゃあどうするかというと、この事業所の契約を個人の世帯の契約に積み替えて 81% という支払い率を捏造してるんです。これは元 NHK 職員として、元 NHK の経理マンとしてはっきりと言い切れますし、これが違うというんだったら NHK さん、僕のことを名誉毀損でも何でも信用毀損なり訴えてきてください。これ事実です、でこういうね、自分の会社の経営情報すら本当のことを言わないんです。これなぜ本当のことを言わないかっていうと、だって払ってる人が半分しかいないってなったら、払ってる人からするとバカらしいでしょ。半分しか払ってないの、じゃあ隣の払ってない人の分まで私払わされてるの、2220円のうち本来は私は半分の1110円でいいじゃん、全員が払ったっていう話になるから、とにかくたくさんの人が 80% も払ってるんだよ、払ってない人は 20% しかいないんだよっていうことを NHK は言いたいわけです。で国会議員もまあそれに騙されてというか、NHK 側と喧嘩したくないから、NHK にも編集権っていうのがあって、どういう番組を放送するかについては全て NHK や民放もそうなんですけど、テレビ局が決めることができると。で我々政治家はこの番組を放送しろ、この番組を放送するなっていうことが憲法で禁止されているんですね。検閲と言います。で政治家よりも実は NHK の方が圧倒的に強いんです。